の流れが、血流が良くなって、脳の働きが良くなります。全部？大豆も好きなんですか？うん、骨が入ってるものとか、お魚ね、硬いものとか、そうだ、せんべい部だね、せんべい部。フランスパンは、フランスパンは結構硬いよな、硬いのはキュウリと小魚と、そうか、そうキュウリもそうだね、スルメイカと、スルメだね、とフランスパン、フランスパンも結構硬いよね、と私にとってリンゴ。よく噛む。できた。先生、これだとできるけどできない。これだとできない。どうかな？これで練習してるね。もう言い方がおかしいよ。怒ってたよ、今スポンジ。消化する。油揚げでしょ。これは入らない。それからは
燥を気をつけて食べたいです。今日は私たちが一生懸命取ったきびなごをみんなが食べてくれるということで大喜びで出席しました。私たちきびなご船団は14席で形成しています。それで夜中の1時に起き2時30分から一斉に操業開始します。午前4時ぐらいで30箱ぐらい取れると鹿児島本土ですね、鹿児島の漁連さんへ積んで走ります。して水揚げして帰って仕事が終わるのは昼の12時。とても過酷で、おまけにしけたりすると命がけで大変危険な時もあります。きびなごの由来は魚の真ん中に、そのパンフレットにも載っているように金色の筋が輝いています。この金色が金色から金なご、そしてきびなごと呼ぶようになったのです。きびなごのことを漢字で書くと喜ぶ、美しい美、そして女です。そしてきびなごっていう、今日これを食べて家に帰ったらまずお母さんへ、きびなごという魚はお母さんみたいなとても喜ぶ美しい女と書くんだよとお母さんに教えてください。でいっぱい買ってもらって食べてください。終わります。いただきます。いただきます。おいしい。大根おろしもあるよ。うん、きびなごが喜ぶ美しい。きびなごは結構給食で食べるんだよ。そっちに出てくるから。硬いけど美味しいです。きびなご大好き。はい。きびなごはどうですか、食べて。ちょっと待ってね。美味しく食べてるね。はい。めっちゃ美味しいです。きびなご大好き。はい。声が小さいよ。きびなごはどうですか。早く言わないとカットされる。美味しいです。キムナゴ大好き。はい。キムナゴどうですか。美味しいです。キムナゴ大好き。美味しい。キムナゴ大好き。キムナゴどうですか。美味しい。はい。
キビナゴ大好き。はい。キビナゴはどうですか。とても美味しいです。美味しかった。はい。キビナゴ大好き。はい。キビナゴどうですか。美味しいです。美味しい。キビナゴ大好き。はい。第二次ベビーブーム。赤ちゃんが大量におる。赤ちゃんが大量にできた時代が第一次ベビーブームから昭和21年。キビナゴはちょっと骨は硬いんですけど、やっぱり身は柔らかくて、このアーモンドがいい感じに食感を引き立てていると思います。キビナゴ大好きですか？はい。どうですか？美味しい。キビナゴ大好き。ご飯と一緒に食べた方がいいです。どうですか？とても美味しいですね。でなんかキビナゴと大根おろしとご飯に合いますしね。キビナゴ大好き？はい、大好きですね。たまに骨があるんですけど、骨も美味しくていいキビナゴなんだと思いました。これからも美味しく食べてね。はい。キビナゴはどうですか？え？自分で餌も大好き。刺身が大好き。刺身が大好き。はい。キビナゴどうでしたか？キビナゴはなんか味がしっかりしてて、もうとても美味しかったです。キビナゴ大好きですか？はい。キビナゴどうですか？美味しいです。キビナゴ大好き？キビナゴの味はどうでしたか？とても美味しかったです。美味しかった？はい。うん、キビナゴ大好き？はい。よかった、今日は来て。美味しいです、とても。もうキビナゴ全部食べてくれて、みんなが。最高です。またこれからもいっぱい食べてくださいね。はい。キビナゴを、片栗粉をつけて揚げたものに、甘だれと、焼いたピーナッツを絡めてあります。給食のキビナゴはとても美味しくて、みんなと仲良く食べてたのが嬉しかったです。あと体のことについてのこともよく知れたので良かったです。おります。キビナゴのいろいろなことが分かってよく分かったし、で、あとキビナゴのこの感じのも分かって、ご飯と一緒に食べるのが美味しかったです。あとは、まあ、いつも通りの2時間目に習ったら30回噛むのをやって、美味しかったです。キビナゴ美味しかったですか？はい、美味しかったです。詳しく教えてもらったりして良かったし、こんな命がけでキビナゴを取ってくださるとは思わなかったので、すごく感謝。